よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よっしゃ、ゲームやっていくぜ。前回はどこまで行ったんだっけ？期末テストがあったんだっけ？そんな感じだったと思うけど、とりあえずね、光をクリアして、ツイッターでね、70% 以上行ってなかったので、光をね、攻略した後は、攻略サイトを見て、もうガンガン進めちゃおうと思ってまーす。白雪さん！今お帰りですか？はーい。そうですね。別に構いません。おお。やっぱ評価が高いとね、一緒に帰ってくれるからね。光、デートしようぜ、デート。どこ行ってないか、カラオケボックス行ってないような気がする。その日は部活なんだ。誘ってくれて嬉しい。ああ、多分光はね、カラオケ音痴だな。くっそー。光、水族館行こうぜ。よっしゃー。はーい、先来てるぜとかできんのかな。そういうのできたらちょっといいな。光とデート、ドラえもんみたいな感じだね。パパパパーン、光とデート、のび太くん、光とデートだろ、今日頑張ってね。おい、冬服になったな。ちょっと早く着いちゃってさ。あー、この時代はな、携帯はな、正直ないからな。じゃあ行こうよ。でも携帯はあったかもしれんけど、スマホがなかったもんね。あ、ペンギンショーやってるね。本当？見に行こうよ。イエーイ、見に行こうぜ。あ、これ見た気がするな。ペンギンってなぜか泳ぎがうまいよね。でも足も短い。短いというのは言い過ぎだな。ペンギンをバカにしてるよ。泳ぐスピードも速いよね。一番下だな。水の中なんかすっごい速さ。うえー、うぃー。ねえ、お腹すかない？着いた。時間前す。よかった。イエーイ、行こうぜ行こうぜ。うん、出た、マクドナルドかよ。おい、今日はムズキさんの誕生日、プレゼントあげよう。さあ、何にしよう。どうしようかな。髪飾り。いいね。髪飾り絶対いいんじゃない？あ、わらび餅の方が良かったっぽいな。でも髪飾り結構嬉しいと思うぞ。あら。お礼もらったら全然嬉しくないけどな。あら、これ。私前から欲しかったの。ありがとう。ツンデレがデレの部分を見した。やったー、さすが俺、直感で選んでよかった。直感って大事やわ。お、なんや。あ、光、どうしたの？あのさ、来週のクリスマス。おお、スキー。お、なかなかスキー、クリスマスでスキーは珍しいね。よかったー。じゃあ、響きのの駅で待ち合わせでいいかな。うんうん、遅刻し。やった、楽しみだぜ。いやー、もう遅刻したところとか見たいな。やばい、ストレスが。これノイローズでいけれんくなる可能性も。さて、今日は光とスキーだったな。さて、行こう。あ、そうだ、光へのクリスマスプレゼントを持っていこう。何にしようかな。ガラスのペンダントやったんだっけ前回。イヤリング、置物、イヤリングだな。いやー、俺女心分かってるな。全然そんなことないような気がするけど。あ、チェック柄が良かったな。今日は気持ちよくなる、うん、気持ちく晴れたね。何をするのも最高だな。うん、私は晴れが一番好き。あ、まあ分からんでもないけどね。でもね、夏のね、晴れた日はね、ちょっと苦痛だからね。暑すぎるから。おーい、なかなか珍しい。いえー、俺好きな、高校生の時にちょこっとしただけだからな、やったことあんまないんだよな。しょうがないね。いや、しょうがないよ。家でイチャイチャしようぜ。イチャイチャな。あ、ひょっとして電車止まってる？お、まさかここで。お、これめっちゃいいイベントじゃないか。とにかく行ってみよう。あ、電車は止まっちょるよ。いつ動くかわからんが、あったかい待合室に入りんしゃい。いや、いいやないか、別に。っていうところじゃないぞ。いつまで待つんだろうな。ごめんね。雪が激しくなってからも、
がずっと滑ってたから。気にするなよ、どうせ電車は止まってたからさ。今日はクリスマス、なんかいい思い出になっちゃったよ。すげえ首の動き方早かったね今ね。クイ思い出だね。うえー光、ごめん、私メルダーバチーンってなるぞ。熱はない？うん、大丈夫。じゃあ眠ってていいから、電車が動くようになったら起こすよ。うん。あ、そういやプレゼント忘れてたな。寝てるし、つけておいてやるか。かっこいいな。かっこいいな。イヤリングってなんだ、ピアスかな。あれ、イヤリングってピアスやったっけ。ああ、そう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 、ピアス。光、光。うん。電車動き始めたぞ。本当？さあ帰ろうぜ。それ、俺からのクリスマスプレゼント、気に入ってくれた？おお、いいね。乗り遅れた、大変だ。早く行こう。いいね。これ惚れますわ。主人公やりますわ。でもさ、イヤリング穴開いてなかったらどうしちゃったんかね。いや、開いてないから、いてててて、みたいな。パッて目覚まして、痛いよ、あんた、パチンみたいな。パチン、痛い、うわーみたいな。電車の中は最悪な雰囲気になるな。間違いなく。ふぅ、なんとか帰ってこられたな。もう雪も止んだみたいだね。あ、やっぱスキーってあれなんかな。送っていくよ、光。手ぶらで行けるようなもんなんかな。一緒に帰ろう。帰ろうぜ。新しい一年の始まりだな。あ、そういえば、年賀状届いてるかなーっと。光の年賀状だ。もうすぐ、本当にもうすぐ、高校生活も終わりなんだよなと。あれ？そっか。高校生活終わりなんか。あ、ホームランの年賀状だ。まあ、なんとかホームランらしい年賀状だなって。あれはないな。あ、これみんなからもらえるんじゃない？じゅーん。全然もらえなかった。やっぱあれなんだな。仲良くなったやつなんだな。あ、はーい。おーい。あ、光、明けましておめでとう。これから初詣に行こうよ。行こうぜー。よかった。あ、ちょっと待って、今服を着替えてくるから。うん、ゆっくりでいい。めっちゃゆっくりしようって。よし、アニメつけてとか完全に俺じゃねえかよ。お待たせ。あ、そういえば光、あだね。あ、うん、どうかな。じゃん、かわいいよあったなあ、あったよ、選択肢に。かわいいよ、選択肢にあったなあ。いや、完全に真ん中やね俺。いや、絶対真ん中だな俺言うなら。うん、君に褒められるの。あ、何でも喜びそうだけどな、さっきの選択肢。にぎやかだね。だろ、こんなに混雑していてもみんな穏やかな笑顔なんだね。まあ、笑顔っていうわけはないと思うけど。言えてるよね。みんなお正月から努力して。やばいな。俺もそうそう、もうそうそうあれや。部屋の大掃除しないともうめっちゃ家汚いな。おーい、どうしようかな。まあ、恋愛しかないだろう。光ともっと仲良くなれますように。その願い、叶えて死んでよ。イエーイ、引くぜ。うん、やろう。そうこなくっちゃ。占いは。どれどれ、今年の運勢は大吉。俺の今回は俺は一味違うぜ。光はどうかな。とうとう大吉だ。最高だ。最高だと大吉が出ると下るしかないから残念があると思ってるんだけど。卒業の年だもの。大吉が一番だよ。いや、一番だよな。まあ何が出ようが気の持ちようってことかな。イエーイ、そうだ、気の持ちようだよ。最後の初詣でジーンときちゃう。そうだね、今年は変化のある一日になれそうだしね。決意しなくちゃいけないこともたくさんあると思うの。いや、もう遅いと思うぞ。あ、だってもう多分就職決まっとかない現時期だし、まあ
学生なら大学そろそろもう発表だぜ。発表までは早いか。いや早くはねえ。ひかり、どうしたの？あ、なんでもない。おい、ビビリやな。何か考えてみたみたいだけど。はいはいっと。もしもし。日の元。お、どうした日の元。ボーリングに行きたいんだけど。ボーリング、うん、喜んで。やっぱスポーツ好きなんだよな。うん。光は。いいよ。じゃあ待ってるね。いや行くぜーボーリング。いや向こうから誘ってくるってすーげー嬉しいな。おーい。あ、これ完全なもうあれやね、好感度最高。再構築してるんじゃない？ふん、そんな。じゃあ行こうよ。行こうぜー。その服ででもボーリングか、逆に。ボーリングとビデオ、今日はどっちにする？え、ボーリング場に行こうって言ったんだろ？ボーリングしようぜ。うん、じゃあ。イエーイ。これ倒したらターキーよ。うえ、ターキーってなんだっけ？四つ目か。四つ目だな。ターキーがなんだ、あは、ターキーがなんだ、どういうこと。よーし、絶対出れよ。肩の力、寝た方がいいよ。あー、これはねー、応援するかアドバイスするかやな。うーん、ね、絶対ね、一番下がいいと思うんだよ。でねー、別の人ならね、これも、よーし、絶対出れよのがいいと思うけど、これだと思うんだよな。肩の力、寝た方がいいよ。そうだね。深呼吸して。完璧。はい。お飯食いくんか、また。うえ、いいね。あれ、主人公か、誘うことあんまないんだな。飯行こうぜ、みたいなね。じゃあ。さてかーい、ラッタ。お、なんや、光。どうしたの？はい、帰ろうぜ。おぉ、光。これ、受け取って。うお、めっちゃストレートだな。もうこれ完全に付き合ってるだろう。これで付き合ってないって言ったらさ、やばいだろう。嬉しいな。大きいし、大きいし、それに愛情がこもってそうだ。パカハートバーンみたいな、スキーバーンみたいなそんなことないな。そんなにストレートはやばいな。それで付き合ってないのやばいよ。調子はどう？バレンタインチョコ。まあかな。それは良かったね。俺なんだか最上級生になったらあんまりもらえなくなっちゃう。あ、そうだろうな。お前みたいなさ、ちょっとさ、顔が幼いような感じのやつはさ、やっぱ1年生の時にさ、いっぱいもらえるけどさ、俺も上級生になったらさ、もうね、あんまりもらえないような気がするけどさ、それでもさ、もらえるんだろ。うぜえ。なーにー。うぜえ、マジで。なーにーじゃねえよ。いや、マジ女の子ビッチやな、こいつ。だ、騙されてる。お、来た、ホムラ。いや、ホムラ。いや、チョコを持ってきてやったぜ。おぉ。いらねえよ、バカ野郎。お、もちろんだよ。ホワイトですっごく期待してる。おぉ、任せろ。でかいな。必要量ってことか。ホムラらしいよ。あー、だから、あれなんだろうな。綺麗に飾るより、でっかく、でっかいチョコレートをあげればいいんだな。いやー、攻略サイトを見た時のな、目標はな、全員からもらうことだな。うわーみたいな、うわーいっぱいあるみたいな、うわーみたいな、いっぱい食べちゃうよ、うわーみたいなね。進路操作の時に就職って言ったけど、どうしようって、もう遅くない？もう遅いぞ。だって今から決めようと思ったら、もうタウンワーク行くしかないぞ。いや、これ無理だろ。上は大学受験だろう。大学受験ってまだ間に合うな。あの時はあは言ったけど、やっぱり大学受験を受けよう。どの大学を受けようかな。一流大学だぜ。一流、目指すは一流、よし、行くぜってさ、これおかしいやろ。この時点でさ、もう、今1月だっけ ?1 月、あ、2月か。2月の時点でさ、一流行くぜって、遅くない？遅いよ。決断遅くない？それをもう1年の時から結構決めとかのやばいと思うぞ。何？全然ダメだった。もっと勉強してるよ。ああ、やっぱ、一流はあれなんかな。かなり勉強せないけんのかな。いや。何や。お前には教えておきたくってね。
と来てくれよ。彼女か、ことぶきさんか。これで光とかやったらやばいよな。おお、赤井さんと付き合うこと。そうなんだ、おめでとう。寝れるな。じゃあ行こうぜ。うん、じゃあね。バカな。匠、幸せにな。おい、俺にホワイトデー、もうホワイトデーあげんぞ、お前。ふざけんな、死ね。死ねはひどいな。そういえば今日は白雪さんの誕生日だったな。プレゼントあげない。まあいいか。まあいいかで。お、来た、卒業式。え、もう卒業式か。早いな。でね、パート1のパート1じゃねえな。最初の頃のな、卒業式はな、ちょっとな、さーって言っちゃったからな。ちょっとね、ここはちゃんと、おー、そう、ディスク位置に変わるんだった。くっそ、めんどくせえ。はい、卒業式。今日で、卒業式か。制服も今日で、刻めなんだよな。この坂を高校生として登るのも今日で最後なんだよな。今日で卒業か。あれ？机の上に手紙が？大事な話があります。中庭で待ってます。日の元光。光が行かなくちゃ。これさ、全員さ、好感度マックスでたらさ、やべえ、中庭行かなきゃ、やばい、お、あの屋上行かなきゃ、あ、やばい、食堂に行かなきゃみたいな、そんな感じ。おお、ごめんね、急に呼び出したりして。あ、うん、それでどうしたの。もうめっちゃ自動で動く。光？行っちゃやだよ。え、どうしたんだよ、いきなり。私もう嫌だよ、離れ離れになるの。光、あの時君が引っ越しちゃった時、私すごく泣いたんだよ。毎日毎日ずっと泣いてた。でも泣いてばかりじゃダメだから、いつかまた会った時に泣き虫じゃ嫌われちゃうから、そう思って頑張ってきた。だから入学式の日、君にまた会えた時、泣かないって、君の前じゃ絶対に泣かないって誓った。でも今日は卒業が近づいてきて、私、光、あの時のことを、君がどこかに行っちゃった時のこと、いつも思い出して、欲しくて、いなくなるって考えるだけで涙が出ちゃうから、もうやだよ、こんなの、こんなの。だって私君のこと好きだから。おい光、俺も光のこと好きだよ。光と離れたくないよ、俺も。もう二度と。どこにも行かないで、ずっと私のそばにいて、お願い。あ、伝説の鐘が鳴らないはずなのに。そばにいるから、光。あ、光、あの指輪今持ってる？俺が昔あげた指輪。ほら、左手を出して。なんでロマンチックなんだ。やっぱりちょっと小さいかな。あ、でも入るんやな。一緒だよ。おう、
この鐘をさ、先生がさ、うわーってさ、必死こいでさ、汗垂らしながらさ、鳴らしとったら相当面白かったんだ。こうして俺の高校3年間は幕を閉じた。思えば本ばかり読んでいたような気がするな。とにかく成績優秀のうちに卒業できてよかったな。そういえば光は体育大学に通うことになった。俺は来年こそ大学に行けるように頑張れ。二浪してるあ、一浪か、一浪してる。彼女は元気で可愛く誰にも好かれるからちょっと心配だけど、いつまでも二人で歩いていける、そう思えるよ。この学校の伝説が永遠に語り継がれるように、俺たち二人の愛も永遠なのだから。これあれだよな、やっぱ全員攻略したときに、前々からセーブしてあれした方がいいよな。なんかあれないかな、攻略サイト順にやっていけばいい感じになるよみたいな、でここでセーブしてみたいな、そういうのがいいな。うえー、やっぱちゃんと、いいねー。あ、田村ゆかりなの、めいちゃん、マジかよ。田村ゆかり、田村ゆかりさん、こっから。俺はホストになるんだって言ってたから、確かに容姿はいいのが、いいのか。はーい、いってらっしゃい。田村ゆかりなんだ、マジか。めい、あー、めい、めい、早く攻略したいな。そしたら知ってる声優さん攻略したい感じやな。ウェーイ。ちょっと途中はね、音楽のね都合上飛ばしてると思うんで、そこら辺はご了承くださいませ。じゃあね、次回からは、攻略サイトを見ながら進めていきたいかなと思っております。アルバムゲッツー。お、すげえ。あ、こんなんあるんだね。あ、これ俺パートごとに出しちゃおう。これ、多分バンされるかな。いや、されないだろう。されないでしょう、これは。あ、これちょっとあれ出すのいいな。これは？あー、なるほどな。あ、こういうのが聞けるんだな、エンディング終わった。うわー、これ全部集めてー。あー、この CG とかも全部集めたかったんだけどな。こんなのゲーム？あー、これ 100m 走ね。やっぱ二人三脚は出ないんだね。1位取ったんだけどな、二人三脚の。100m 俺はね、完璧にね、1位だったな。アルバムと、ん？これな。あ、OKOKOK。あ、あー！いやべ、やばい。飛ばせないじゃないか、これ。飛ばせないよ。はい、とー。はい、ということで、ときめきメモリアル2、皆さんどうでしたか？次回からはね、まあ言った通り、攻略サイトを使ってやっていきたいと思いますが、意外と攻略サイトを見てる感じですとね、結構難しいんですよね。これを全部録画しろっていうのはね、結構時間かかりますね。なんですかね、意外と時間の、いや意外とじゃないな、結構時間のかかるゲームだから、これはちょいちょいやっていく感じでいいかな。もう結構ね、長いんだよな、一つのゲーム、一つの、エンディングを終わらせるのに。今多分2週、いや、てか普通に今2週やったんですけど、まあ最初はね、孤独エンドで死んじゃって、まあ2人目は、日の本光さん。しかも、完全攻略はできてないという。完全攻略ができてないんだよ、これ、実は。完全攻略ができてなく、ちゃんとね、部活動をやってれば、部活のイベントがあり、みたいな感じだから、うわ、これもやりたい感じがあるんだけどな。はい、ということで、次回、まあ、全員攻略しながらやっていこうっていう感じで、もう一気にエンディングをね、撮ろうと思います。まあ、
なんだ、ちょいちょいとしたね、エンディングじゃイベントとかはね、ちょっとね、ちょっと見ることはできないかもしれませんが、まあ、しょうがないかなと思っておりますので、次回ご期待ください。ということで、今回はここまでにしたいと思います。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。